対名古屋グランパス。ここで審判団並びに阿部チュン選手の紹介です。はじめに本日の審判団をご紹介いたします。主審上村敦、主審塚越優、同じく主審田尻智和、第4審判鈴木慶、審判セッサーは畑山義君、マッチコミッショナーは伏瀬直樹。以上の審判となります。続いてアウェイ名古屋グランパス選手の紹介です。名古屋グランパスサポーターの皆さん、本日はアメリカ社長にお越しいただきまして誠にありがとうございます。スタッフ一同心よりお願いいたします。それでは名古屋グランパスメンバーの紹介です。ゴールキーパー18番渋谷翼、はい、ディフェンダー10番宮原和也、はい、3番シビキカズ、はい、17番小林優、はい、23番青木亮太、はい、ミッドフィルダー21番八田田光平、はい、8番ワシントン、はい、7番田口大志、はい、29番泉隆二、はい、フォワード27番杉森光平、はい、9番下道、はい、続いて2番目です。ゴールキーパー16番武田洋平、はい、ディフェンダー36番酒井隆介、はい、39番内田健太、はい、フォワード10番ベリペガルシア、はい、11番佐藤久人、はい、25番杉本龍二、はい、38番永井亮、はい、監督は笠間役です。以上が皆さんのメンバーです。まもなく選手入場となります。今日も熱い声援よろしくお願いします。